作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1999年に SNK がネオジオポケットカラー対応ソフトとして発売したネオダービーチャンプ大予想です。ネオポケカラーの初期の方のタイトルなんで、まあ、プラケースになってます。これ見せたっけ。でフラウェンで、まあ、表面から見ていくと、まあ、SNK のロゴとネオポケの、ね、マークがあって、で下側、ね、金色で帯みたいになってて、ネオジオポケット専用ソフトカセット、本ソフトはネオジオポケットカラーおよびネオジオポケットで遊べます、でカラー対応と16メガメモリーを使用しているアピールがあります。で、ネオダービーチャンプ大予想ってね、ネオダービーチャンプが英語で、お大予想が漢字なんだけど、下にはね、カタカナでネオダービーチャンプ、ひらがなで大予想ってね、読み方が書いてあります。で、これ馬がね、こう馬がいて、で、後ろの方は馬と関係なく看板っぽくなってるのかな、というような、まあ、デザインのロゴ。で、後ろの方にはね、競馬、競走馬がこっち側に向かって走っていくシーンなんで、まあ結構終盤なんですかね、わかんないけど、これだけ接戦だと序盤なのかな、まあ、まあ競馬場のね、馬が走ってるシーンを、なんだろう、これは絵なのかな、写真をぼやかしてるのかな、まあなんかそういうようなデザインのパッケージになってます。で裏面で、裏面見ると画面写真が3点あって、キャッチがあって説明がいっぱいありますね。で、あとここにもちっちゃい細かい文章もあるんだけど、あ、これ後で読みましょうか。で、発売元が SNK で、開発元がダイナってことになってますね。で、今、ネオジオポケットが競馬電子手帳に変身する。これまでの競馬予想スタイルは、競馬新聞と赤鉛筆。これからは競馬新聞とネオダービーチャンプ大予想で、クールな予想。競馬観戦のお供にこの一本。ってことで、まあ、競馬新聞と赤鉛筆だと、に比べるとやっぱカラーじゃないと対抗できなかったんですかね、うん、で競馬予想は質問に答えるだけの簡単入力でバッチリ予想、あなたの性格判断とその性格に適した馬券の買い方をアドバイス、競馬雑学辞典などの、機能満載で競馬初心者の方でも安心っていうね、こういうアピールがありますね。であとここ細かい文章を読んでいくとね、このソフトは過去のデータやプレイヤーの入力したデータに基づき競馬予想を楽しんでいただくことができますが、実際のレース結果などを保証するものではなく、一切の責任は負えません。ご了承ください。また学生生徒は、または未成年者が競馬投票権を購入したり、譲り受けることは法律により禁じられています。しっかりとね、法対策はバッチリです。以上、作官でした。